はい、ただいま今日の運勢更新中です。更新作業中です。更新作業中のあまり意味のない動画を録画してアップしてみようというちょっとしたいたずらですが、まあこんな動画見なくてもいいので、つまらないと思った人はすぐに閉じてください。更新作業中にブツブツと一人ごとを言うわけないでしょ。いつもこんなことはしてないんですが、とりあえずまあなんとなくね、手元を映さないと何やってるかわからないと思いますが、今日の運勢で、今日の運勢、女性の部のアップロードが完了と。して次は男性の部を、更新しましょう。ちなみに今23時を過ぎているので、セカンドライフの方でも占いを受け付けているんですが、占いのお客さんは来てないみたいですね。こんな風にブツブツと喋っていれば占いのお客さんが来ても多分気づいてくれるでしょうと勝手に思って、今日の運勢を更新してるんでしょうか。その秘密は秘密です。あっという間に作業が終わってしまいますけど、これは自動でやってるわけではなくて、ちゃんといつも手作業でやっております。大したことではないんですが、なんとなく自動化するのは簡単なんですが、あえて自動化せずに、はい、男性の方も今日の運勢アップロード、完了と。できてますね。問題ありません。それで次に携帯版の パソコン版の今日の運勢が完了したので、それを、自動的に携帯用に変換するスクリプトがあるんですね。これは私が自作したスクリプトなんですが、それで携帯用に変換して、携帯用のページも書き換えます。書き換えの方は一応手作業でね、なんとなく
FTP っていうソフトなんですけどね、まずは携帯版の今日の音声アップロードして、ホームページの日付を手作業で書き換えますと。ないので、まあリンクはこのままにしておきましょう。そうだ、なんか面白いのあったかな。動画、そうそう、分杭峠機構をね、分杭峠機構の動画を YouTube にアップロードしたので、そのリンクをちょっと旅の扉の方に貼り付けておきましょう。それで、あ、そうだ、それでヘッドラインエディターでホームページの RSS、RRS、RSS くん、なんだかよくわかんないけど、更新情報を更新と。これをたまに忘れるんですね。これも手作業でやってるので忘れてしまうんですね。はい、これで OK かな。くす。そしてインデックスとともにアップロードと。これで作業終わりかな。今日の運勢は15日。 OK、 OK、 よし、じゃあ動画の方も、約7分間、更新の作業をやっておりました。これを、停止して、皆さんどうも、しょうもない動画に付き合っていただいてありがとうございました。こんな動画は別に見なくてもよかったんですが、ここまで見てくれた人はご苦労様。では、ではまた、次はもっと面白い動画アップします。すいませんでした。